こにはさっきあの餌をあげてた水槽もありましたが、ここにはどんな方がいらっしゃるんですか？小学生とかが多いですか？来る方ですね。そうですね。例えば近隣の小学校とかの、その課外授業とかで来られたりもしますね。で、他にも、年配の方ですとか、家族連れとかで週末ちょっと遊びに来ようかなっていう来てくれるか家族連れとかも結構多いですね。でも見てますと、イベントとか、さっきの稲田植えとか、稲刈りとかもそうなんですけど、最近非常に家族連れが多いなと思います。で、特にちっちゃいお子さん、小学校低学年とかも非常に多いって思いますね。